すいません、はい、はい、僕はあなたにちょっと文句があるんですよ。はい、もっちくんね、はい、なんかドクターペッパーが好きとか言ってやがるんですよ。はい、なそれは。ドクターペッパーが好きってちょっとあの生きってると思いません？あー確かに、ね、薬みたいなジュースどこがうまいんだよと思いますよね。僕たちはそんなメンバーにこのね生きったやつなんかいらないんですよ。はい、生きりやろう。なるほど、生きりやろう。気持ち悪いんだよ、吹っ飛べ。で、どうやってこいつからドクターペッパーを取り上げようかなって思ったところですね、ある企画を思いついてしまいました。おお、1週間ドリンクドクターペッパーだけ生活をしてもらいます。何を食っててもドクターペッパー。きついな。寿司でもラーメンでもドクターペッパーですね。きついな。まあ、飲み物が持ち込み禁止っぽいところは飲み物なしでお願いします。ラーメン食べに行ってもラーメンのスープ飲んじゃダメだからね。汁物ダメにしましょう。マジで言ってんのか。おい、学校の昼休みのラーメン俺だけいけねえじゃん。ラーメンはいいよ。ラーメンいいんだよ。あ、ラーメンはいいの。スープをすんなきゃいい。俺スープ最初すするのに絶対。頑張ってください。頑張ります。はい、おはようございます。おはようございます。1日目の朝です。はい、もう11時です。お前がね、この初日のテイクをもう20回撮ったせいでね。ってことで、今日からドクターペッパー生活が始まってくんですけど、はい、ノルマを1日2本飲んでいこうと思ってるんですけど、はい、どうですか？飲み物をドクターペッパーで縛るという生活をしてもらうにあたって、飲まないだとか1日半分しか飲まないとかいうことが起きてしまうと、はい、しゃばいので、はい、まあ、最低でもこう1リットルは摂取してもらおうといった感じでございます。わかりました。じゃあまずは1本いただいていいですか？はい、どうぞ。いいですか、1本いらないですか？俺は一応飲みますか。はい、じゃあ飲みますか。いや、匂いがうめえやん、もう。まあとりあえず飲んでいいですか？はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。いただきます。俺もういいや。炭酸が強え。マジで1週間余裕。マジで余裕。これは言ったね、1週間余裕つったね。余裕です。俺も1週間でこれを無理にさせるよ。アレルギーにさせる。俺はこれを無理です。お前の備考欄にあのドクターペッパーアレルギーって書かせるから。ないです、そんなの。ってことで、これから1週間頑張っていきたいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございました。1日目の昼です。今みんなで昼飯食べに行ったんですけど、マジで喉乾く。あんかけ焼きそばがマジでやばい。めちゃめちゃドロドロしててめっちゃ喉乾くのに、周りのやつが水飲んでんの見るとめちゃめちゃイライラする。なんで家帰って1本目じゃ、一口目のドクターペッパー飲みます。すげえいい匂い。まだ全然いい匂いだわ。うめえ、マジでうめえ。一口目クソうめえ。ドクターペッパーマジでやめられねえ。これは1日目の夜です。1時14分です。どうして夜がこんなに遅いんだと、もう日が変わってるじゃねえかっていう質問があると思うんですけど、家の事情的にこの時間に撮るしかなかったんですよね。そこ申し訳ないです。で、今日は1日目の昼に、昼ぐらいに1本飲んで、で夜もう1本飲んで、まあ、今日2本って感じですね。以上です。おはようございます。2日目の朝9時54分です。それじゃあ朝一のドクターペッパー飲んでいきたいと思います。僕ですね、炭酸が多分弱くてごくごく飲めないんですよ。だから動画映えが全然しなくて、ちょっとしか飲んでないんですけど、普通に全然まだ余裕です。これからも頑張っていきます。お願いします。2日目の夜です。今日昼取れなくてすいませんでした。なので今日はまあ昨日みたいに2日だとちょっとシャバいと思ったんで3本飲みました。なので今計5本ですね。でそこでですね、少しドクターペッパーを飲んで体に異常が起きたのかわかんないですけど、僕の左鼻から先ほど鼻血が出まして、まあ、多分関係ないと思うんですが、まあ、これから3日目4日目頑張っていきたいと思います。おはようございます。朝の6時10分です。今日も1日、まあ、2本以上飲んでくつもりなんですけど、今日朝しょんべん行ったら、まあ、気持ちめちゃめちゃ黄色くて、なんかもう体に異常が出てる気がします。まあでもそれでも全然飲んできます。頑張ります。はい、3日目の夜でございます。今日もノルマとして2本を飲んだんですけど、
昼ちょっと取れなかったんですけど、明日一日休みなんでたくさん飲めたらいいなと思ってます。ってことで、あと4日間頑張っていきたいと思います。おはようございます。23分です。今起きたばっかなんでめちゃくちゃ眠いですけど、今日は火曜日で学校休みなんで、まあ、普通の飲み方じゃもうそろそろ飽きたと思うんで、ちょっと変わったなんかをしてみようと思います。それでは昼にご期待ください。バイバイ。さあ4日目の昼でございます。これカップ焼きそばをドクターペッパーで作ったら美味しくなるんじゃねえかっていう、まあ、お湯も一応ドクターペッパーなんで残しときますけど、とりあえずこれ実際作ってみてうめえかどうかっていうのを今日やってみようと思います。それでは完成までスキップ。はい、とりあえず湯切りのとこまで完成しました。ちゃんと残り湯は入ってますね。こんな感じ見えるかな。あばか野郎、こんな感じでございます。別に見た目は普通だよね。じゃあ食べます。いただきます。匂いはうまいんだよな。なんだこれは、本当にまずくないぞ。思った以上に美味しいっていう。つまらん、一番つまんねえ。こっちの残り湯飲んでいこうかな。いただきます。あ、これやば、これまずいわ。こっちマジいな、これ。おい。やべえ、これやべえ。やべえもん。いや、もう、ラーメンじゃない、もう。マジかよ。まあ、ちゃんと飲みますけどね。食べまーす。あー、まあ、これやば、これ。お前、いや、これ何回もリアクション。強すぎる。ドクターペッパー、ドクターペッパーで割って飲めばいいのかな。これを、2回。俺は普通吐きそうになった、今。やば。マジ。こういう時に僕どうして YouTube を始めたんだろうねって思いますよね。コップまだ1個も制覇してないんで、しかも少ない方の。あ、ちょうどか、恥ずかしい。食べました。とりあえず第一関門は突破できたんじゃないかなって。セーフ。まあ、ちなみにこれちゃんと飲みましたね、さっき。あー、飲みます、マジで。もう何回おでこ見せんの俺、この動画で。あー、かっこいいとこ見せたかったよ、もうちょっと。だけどね、飲めなかったんだよね。もう泣きそうだよ。本当に一口だけ残ってる。それ見せて飲んで吐かずに終わります。口汚い俺。これさっき机拭いたやつやんて。汚な、もう。もう飲みます、あと一口。本当に飲みました。4日目のお昼でした。バイバイ。4日目の夜です。今日の昼は散々で、普通にあの後吐いてめちゃめちゃ気分悪くなって、で髪切りに行きましたね。そんなバッサリ切るならもっと坊主にしろよぐらいまであると思うんですけど、全然つまらんカットして、で今日はね、あの昼のおかげで5本飲んだんですよ。これはちょっと4日目にしてはよくやったんじゃないかなって思ってますね。まあ、とりあえず今日朝なくなって昼に12本ぐらい買ったんですよ。それでは4日目夜でした。おやすみなさい。はい、5日目の朝です。6時36分です。なんか体調的に変わったことといえば、普通に自分に元気がなくなったことぐらいです。まあこれから学校なんで、とりあえず一口飲んで学校行こうと思います。もうなんか昔匂いがいいとは言ってた自分に戻りたいぐらい。とりあえずまた昼連絡します。また昼でお会いしましょう。バイバイ。5日目の昼です。全然飲めてなくてめっちゃまずいんですよね今。なんで今日の夜までには空のペットボトルを見せてちゃんと飲めましたっていうのを報告しようと思います。で、ちなみになんですけど、これさすがにバッて捨てたりとかそんな罰当たりなことはしてないんで、ちゃんと飲んでます。まだこんだけしか飲んでないんで、少しもう今のうちにある程度飲んじゃって、まあ、夜空になったやつを見せようと思います。
暑いけど昨日の昼に比べたら全然マシなんだよな。まああとこれともう一本飲んで夜これの殻見せてちゃんと飲んだよっていう兆候出したいと思います。バイバイ。5日目の夜です。今日昼にとりあえず2本飲んで今1本途中って感じですね。なんで合計3本ですね。まあ今軽く飲んでまた明日繰り越しか、まあ今軽く飲みまーす。眠いね。寝ます。いやなんか気持ち悪くなってきたな味も。とりあえずノルマ達成したんで、で昨日5本飲んだんで、まあ今日はとりあえず2本と、まあ、半分で勘弁してください。2日目の不安としてはですね、この動画は果たして本当に面白いのかというのが正直僕の今一番の不安ですね。6日目の朝です。昨日の残りのドクターペッパーを、まあ、夜と朝で、まあ、軽くこんぐらいまで飲んだんで、これ今飲んであと新品2つ飲んでノルマ達成します。飲みます。いただきます。とりあえずこれ飲んだんで、あと新品の2つ飲んで今日のノルマ達成します。というわけで6日目の朝でした。バイバーイ。5日目の昼です。5時39分なんですけど、ちょっと学校から帰ってきてから撮ったんで結構もう昼なのに遅くなっちゃいました。飲みます。とりあえず夜から見せて終わりにしようと思います。極力あんまゲップ出したくないって思うんで、まあ最後までちゃんとゲップを出さずにこれもバッと飲んでバイバイって言って終わりにします。とりあえず半分まで飲んだんでこれ飲んで、まあ1本と半分飲んで今日のノルマ達成なんで、それ基準に頑張っていきたいと思います。それでは7日目の朝です。7時19分です。やっと終わるね。長かったマジで。今日は最後なんでとりあえずまあ2本学校に持ってって飲んで2本ぐらい飲もうかなって思ってます。最後なんで気合い入れてきます。最終日の昼です。最終日なのにまだ1本も飲んでないんですよね。最終日だからこそかもしれないですけど飲みます。はい、いいね。なんかもう7日目、いいね。飲みます。まあ、とりあえず半分ぐらい飲んだんで夜に飲みたいと思います。まあでも大体半日ぐらいあるんで、そんだけ飲んでドクターペッパー生活終わりにしようと思います。まあとりあえず最終日の昼でした。バイチャ。7日目の夜です。もういよいよ終わりです。まあとりあえず最後は記念にこの1本を一気に飲んでドクターペッパー生活終わらせようと思います。飲みます。ありがとうドクターペッパー。いやもうきつ、全然一気に飲めん。これにてドクターペッパー生活を終わりにしようと思います。